週までね、びっくりしました。はい。です。まあそれぞれまた他のね、みんなが見てて、あ、このチームいいなって、いろんな、なんか日本の方も海外の姉妹グループ、まあ、海外にあるあの48グループ、そう、をもっと知ってもらって、で逆に海外のね方にも AKB のことをもっと知ってもらって、 AKB 知ってるけどメンバー知らない人やっぱ多いと思うので、メンバー知ってもらって、そう、いい機会ですよね、本当にね。アジアフェスティバルってね、すごく素敵だと思う。見応えあったって、嬉しい、ありがとう。推しメンね、見つけた。やっぱその交流のあった子、そう、前回のアジアフェスで交流があった子を見つけてすごく嬉しかったね。そう、あと今日一番オープニングに来てた紅白の時にね、 BNK48 と AKB48 はコラボして紅白出たんだけど、紅白だったよね。そう、その時に着てた衣装のね、髪飾りがジェニスので、そう、仲いいからなんか連絡した そう、ジェニスの帽子今日かぶったよって、ヘアアクセサリーつけたよって、はい、BNK48 の、はい、ジェニスちゃん、ダンスがすごく上手なんですよ。うん、あとね、ひかりちゃん、 SG なんだっけ、覚えきれてないんだよね、私もね。うん、SGO48 あってたわ。SGO48 のひかりちゃんともね、交流があるんですけど、そう、その子も見つけました。で、いずりなさんもいたー、いらっしゃったー、見つけました。うん、で、今日のね、そう、選曲がすごく個人的に好きだった。そう、ひまわりユニットをやったんですけど、フルで。それもね、私はちなみにひまわりをやったんですよ。で、ひまわり確かモカかな、かりんモカか、え、かりん、まあなんかモカかかりんの卒業公演でフルで一回やったことがあって、そう、それもあったし、結構私ひまわりやるの4回目くらいで、今回のでかれこれ そうなんですよね、フルでやってたり、あと沖縄でやったコンサートで、チームメイトのコンサートで、まあ、てんてんとクレーニャン、コスさん、私の4人でやったりとか、ひまわり多いのよね そう、ほんとひまわりが似合うのかな、わかんないけど、なんかね、多くて、で今回もフルで歌わせてもらったんですけど、あの曲なんかすごい元気もらえる曲だから、今日できてすごく良かった。うん、すごく良かった。なんか歌詞がすごく素敵なんですよね。君が君であるために立ち上がるまで待ってるよっていう、そう、で星空の向こうにも太陽が待ってるんだからみたいな、なんかもうね、素敵すぎて、歌詞が素敵すぎてね、うん、だから本当にいい曲だなと思いながら歌ってました。あと、そうだね、ペダルと道と来た道 ペダルと車輪と来た道と、
だっけ？ね、すごい曲名だけど いい曲なんだよね。あれだって歌いながら泣きそうになった、なんか なんか泣きそうになった、うるっときた、なんか急に。それ ST4、 多分 ST48 さんってことで、私山口県出身なんです。だからそういうことでセンターだったんだと思うんですけど、なんかね、歌い出しがね重なる部分があって、そううるっときた、一体何のためにみたいな、一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまうって歌を言い出しなんですけど、その歌歌ってた時になんか初めての感情が出てきて、自分でも不思議とうるっときたな。元気が出る曲、ほんといい歌詞、ほんとにいい歌詞多い、いい曲が多い。そう、ペダル漕いで、ペダル漕いでまばた車輪の分だけ夢に近づけばいい。なんか素敵だよね、歌詞がね。自分のペースで努力した分夢に近づいていけばいいみたいな。そう、いいんだよね。いや素敵すぎて、そう頑張った分だけ前に進んでいくから大丈夫だよ的な、そういう背中を押してくれるような歌詞になってると思ってて、なんか頑張ってる人の背中を押してくれるような歌詞になってると思うんです。だからすごくね、よくいい歌詞だった、しみた。そう、しかも盛り上がる曲っていう、なかなかあるか いやでも本当にね、いい曲だから、すごい内容もあって盛り上がる曲ってすごい大切だと思う、重要だと思う。歌ったのは初めてじゃなくて、チームメイトでも好きな人多いから何回かやってるんですよ。そう、 ST の曲はなんか染みる曲が多いね、でも盛り上がるみたいな、そういう曲多いイメージ。暗闇も好きだよ。センターはこれまでやってきてってこと？ なんて言って、でも今日センターはねその曲だけだったかな。そう、ペダルと車輪と来た道とだけだった。そう、そうなんです。すごい今日はあと意外な恋の斧、私 最近あの衣装めっちゃ着るんだよね、なんか着る機会急に増えて、なかなか着ない、チームメイトが峯岸みなみさん卒業公演らへんかな、違うか、もっと前か、味の素スタジアムだっけ、なんか太鼓叩いて「恋の女」をチームメイトで披露した時があったんですけど、その時に作っていただいた衣装、なかなかやっぱ着る機会ないんですけど、ちょっと和風すぎるし見た目も、そう でも最近熊本でも着たしね、まあちょっとね撮影とかもねあったりしたし、で今回なんか着る機会が本当になんか急に最近増えててびっくりしたな。で今回の コンサートのね最初初っ端も着させていただいて、そう、まあ日本らしくていいかなってすごく思った。最近着る機会が急に増えた衣装で、今回もお縄やりました お縄ほんとやる機会がほんと増えたな、まあ、熊本でやっただけだけど、
そう、和風で、まあ、AKB 日本の48グループってことでちゃんと印象はつけれたんじゃないかな。うん、アジアフェスだからね。まあ、お縄から始まるの本当にギャップがあってよかった。で、曲もね、結構それぞれのグループやったから、やっぱリハとかね、合わせるのをすごい合わせました。なんか振りもなんか分かる人もいれば、ほんとゼロの人もいるから、 STU48 さんとかはナナさんがさ、そういるからナナさんに聞けば分かるんだけど、そう NMB48 さんのやつとかは、まあ、振り入れがあったかな。でもなんかね、ちょっとやっぱできない、時間的にできないものもあって、そう、そういう曲は本当に 助け合いながら、もう先生が振りを取ってくださって送ってもらったりとか、あとなんか歌番組見て 起こしたりとか、そう、そんな感じで、すごいね、メンバー同士で助け合いやりましたね、今回は本当に。うん、そうだね。でも今回すごい楽しかったよ、いろんなグループのできて、あとチームメイト結構ね、やってる曲多かったから、今回。うん、ああ、でも私あれだ、ララ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 メッセージって曲あるじゃん、あの曲ずっと好きで、でも歌えなくて 聞くだけ好きだったんですけど、あの曲すごく好きで、で今日のコンサートにね、すごく合った曲だったので、歌えてすごく良かった、ほんと。そうだね、今日は確かにいろんな子がセンターやってました。私なんかもね、なんかセンターさせてもらったりしたし、うん、いろんな子にスポットライトが当たるようになり始めてるね うん、他のグループから学んだことはね、まず何て言ったらいいんだろうな、うん、なんか言葉に言い表すっていうか、まとめるのがまず難しいなって思ったんだけど、うん、自信とかかな、なんかもっとその個性を、やっぱ自分のことを信じて、自分をなんか磨き上げていく感じがすごく、なんか海外グループの子からは見て取れたんです、個人的に 個人的にね、そう、個性がすごいガンって出てる感じがあるなってすごく思って、だからそこはすごく、うん、学んだよ 学んだよ、刺激もらいました。うん、ね、ねえ、芸能だと個性だよね。本当になんかみんなキラキラしてて、一緒にやってて楽しかったです、パフォーマンスしてて。あ、そうそう、特色あった、ボイスパーカッションやってる子とかいたし、すごかった。あとね、アカペラで歌ってたりとか、うん、びっくりした。いっぱいありました、ほんと。それぞれなんか衣装とかだけでも結構特徴が出るものだなーって思って見てた。
ね。そうだね、私も今日最後に感想を言わせてもらいました。ほんとね、みんなキラキラしてて眩しかったです。感想言うのはね、そうだね、決まってたね。 でも一瞬ちょっと焦った。あ、やばい、何言おうみたいな。 そうだね、やっぱセンター行くメンバーは光ってるよね。ありがとう。みんな優しいね。嬉しい。私のファンのファンになってくれて本当にありがとうございます。そうだね、ステースでわちゃわちゃしてた。全然疲れてないよ。アベメイね、そう、帰ったの。てかアベメイは今日はまあね、だから急に寂しくなっちゃった。そう、今日は一人です。そう、夜中まで話したんですよ。そう。そうなんだよね。だね。アベメ忙しいね。何を話したのって、すごいたわいもない会話ですよ。これからのこととか、最近のこととか。でもなんかアベベイとね、話してるとね、心が浄化される感じがします。
なんかもっと頑張ろうって思える。本当にね、そう、アベメイと仲良くなれてよかったなって思います。ん、ああ、なんか今日おかしいや。はい、うん、大丈夫。ね、疲れてるわけじゃないんだけどね。うん、ごめん。うん、ちょっと今日終わりたいと思います、ここで。はい、じゃあ皆さん、ちょっと、ランキング発表したいと思います。13位、アスランヒテちゃん、13位、おめでとうございます、ありがとう。そして12位が、7-48 さん、12位おめでとうございます、ありがとう。そして11位がウィンパディさん、11位おめでとうございます、ありがとう。そして10位がジアリングアットマークシンガポールミューディーアットマークアハートチームメイトさん、10位おめでとうございます、ありがとう。そして9位がピーシアタイさん、9位おめでとうございます、ありがとう。そして8位加藤ビービーアットマークおやすみゆさん、8位おめでとうございます、ありがとう。そして7位がさとちゃん、あ、違う、あれ順位変わった。8位加藤ビービーアットマークおやすみ、あれ読んだか。7位がさとちゃんアットマーク何度も死に戻りして家族を救えコンティニューさん、7位おめでとうございます、ありがとう。そして6位が魚アットマーク台湾さん、6位おめでとうございます、ありがとう。そして5位がリムアットマークこれは真実、ミユが一番綺麗だってことって今日そうだったって、ありがとうございます。5位おめでとうございます。はい、そして6位が魚アットマーク台湾さん、6位おめでとうございます、ありがとう。そして4位がバイユーアットマークあやね大福さん、4位おめでとうございます、ありがとう。そして3位がもしも鳥だったらアットマーク雫公園外れたけどみゆちゃん頑張ってさん、ありがとうございます、頑張ります。3位おめでとうございます。そして2位がケンちゃんアットマーク携帯の調子が悪かったから昨日の配信見逃したピエン、携帯早く良くなりますように、ありがとう。2位おめでとうございます。そして1位がゾンネアットマークのっぽさん、アリーナ土線後ろから2列目にいましたって、ありがとうございます、嬉しい。1位おめでとうございます。うん、見つけたな多分、ちょっと今度確認しよう。じゃあ、あ、ん？なんだかな？そしじゃあ順位からいきます。カカアイナさん、ココンに、ミュウの彼女シリュウちゃん、マイさん、ヘギョンに、クラウドキューテンさん、ヌーコッパ、シマヤンさん、ヒロマユさん、ユーユーさん、ヒヨパンさん、ハスキーさん、ミュウがチゴヤシ、ジョーさん、サヤタンさん、ピンクキャンディーさん、ウミウミさん、テオネオさん、ホイホイさん、フィンドフォービーさん、ユートシさん、XD さん、コウさん、AK さん、ミマウリブさん、ポングポングさん、パランクスさん、ジェウさん、松ぼっくりさん、モグラさん、ヒデジロさん、ミキトさん、
ゴールド888さん、トットシー、ミッチーさん、クックさん、最高のフィナーレをし、ガチャさん、ビッグママさん、和田さん、コッサスミユシ、クラッシングさん、アマドさん、指揮者のキユウさん、コッコさん、ローソンジさん、シェンジ DC、上を向いて福丸さん、科学先生、坂津ネガメさん、メタルピーチさん、鉄道好きコナンさん、チキンさん、ヒロさん、トラッキーさん、体にピースさん、フロストさん、アキちゃんマン、キャンディーサータンさん、プレシー、いつもし、ウニャウニャさん、イケアライさん、クロスドールさん、ケンタンさん、ファイトさん、タケさん、ザゼロさん、グリフォンさん、ハッピー38さん、ラブリーさん、ウィジナッチシー、KYS さん、マイピース D さん、マサミチさん、絵文字さん、OO さん、焼きとうもろこしさん、ゆきひらさん、ピンクラブ520さん、ミュー48ミューさん、ケンシンさん、インフルさん、カーさん、星侍さん、ヨークマさん、ヤオさん、はい、ヤオシ、はい、タワーありが、タワーじゃないや、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと今日は早めに終わりたいと思います。皆さん見に来てくださって本当にありがとうございました。うん。明日は明日はですね。明日は22時からにしようかな。ネイルパン、ヨルシブットパンサイオコッパジュセヨチャプタトルミニエラー。はい、明日はそうですね、10時くらいやります。トモローショールーム、あ、10pm、ウォッチプリーズ。お願いします。はい、そしてスクショタイムしたいと思います。いきますね。ありがとう、教えてくれて、いきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。じゃあ、あとあれだ、写真撮ってないね。一ポーズどうしよっかな。アジアフェスティバル特にないね。ジャパンエクスポのポーズ。まあ、でもジャパンエキスポじゃないから、はい、ありがとうございます。じゃあ本当に申し訳ないんですけど、今日はここで終わりたいと思います。うん、ありがとうございます。じゃあ皆さん、おやすみなさい。明日、せいぜいオーラあたりでサボとか、おやすみなさい。またねー。